皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。そしてこんにちは、元フリー卓球スタジオの店長してた栗山です。はい、よろしくお願いします。お願いしま す。ということで、今日栗山店長に来ていただいたので、はい、まあ、僕が気になることを聞いていきたいなと思います。何ですか？何ですか？はい、もう早速いっちゃっていいですか？はい、はい、お願いします。じゃあまずもう一つ目の質問、はい、卓球場の店長として、はい、まあ、やっていたわけじゃないですか、はい、リリー卓球スタジオさんの店長で、うん、で、一番楽しかったこと、何かあれば。一番楽しかったこと、はい、もちろん店長っていう役職に立ちながらも普通にレッスンはもちろんするので、で、僕は卓球のコーチっていう仕事自体が好きなので、レッスンしてこう生徒か生徒さんがレベルアップしたりとか、はいはい、ジュニアの子が大会出てこう入賞したりとか、うん、そういうのはもちろん嬉しいし楽しいなって感じてたんですけど、店長っていう立場から考えるとしなきゃいけないのってこう他の何て言うんですかね、社員とか後輩とかアルバイトとかの育成なんですよ。なるほど。で、僕結構そういうのが好きで、意外と、はいはい、意外と意外と意外と本当に今日直接会うのは昔もしかしたら会ってた説はあるんですよ。これもしかしたら、はい、お互いのことちょっといるかもしれないですよね。多分いると思います。で、だから お互いに、お互いの学校を知ってて、その学校で 2,3 回練習試合をしてる、はい、僕行きましたもん。はい、来てるんですよ、はい、で、同い年なんで会ってるはずなんですよ。ただなんかお互いになんとなくうっすらしかも覚えてなくて、だからほぼ初めて喋ったんですけど、はいはい、もう非常にコミュニケーション能力が高くて、いや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 、だからそのアルバイトの子たちにもすごい優しくこう教えてくれるんだろうなという印象があるんですよ。そうですね、優しいですよ、僕。で、めっちゃパワハラしました。こんな感じで、はい、結構こう、まあ、うちはやっぱ B 卓球スタジオって運営会社があったので、はい、こう新卒入社で入ってきた宮城コーチ、うん、はいはいはい、いるんですけど、やっぱそういう宮城コーチに対して仕事のことを教えたりとか、アルバイトの子にレッスンの仕方を教えたりとかしてって、どんどん成長していってくれたのが楽しいっていう表現だとちょっと言葉の違いがあるかもしれないんですけど、でもやっぱそれが含めて店長という仕事じゃなきゃできないことじゃないですか。そうですね。なんで、うん、そういうところで後輩の子がどんどん成長しててくれたのが良かったですかね。はい、ありがとうございます。ちょっと自分も今後そういったことがあるかもしれないので、ちょっと参考にさせていただいて、困った時は、はい、教えてください。はい、はいはい、まあ、本当反対の質問になるんですけど、2つ目、はいはいはい、リリー卓球スタジオさんの店長として、はい、まあ、一番大変だったこととか悩んだこと何かあれば。僕が大変だったのは、まあリー卓球スタジオのイメージもあるかもしれないんですけど、まあ、前の店長がユージ君、はいはいはい、桜井さん、はい、で、まあ、桜井さんがやっぱり店長からなってた時のイメージと変わって僕が店長になった時のイメージでやっぱり変わると思うんですよ。で、僕の中の店長っていうイメージがやっぱこういろんなお客さんがこうお店を好きになってくれる、で、かつ例えば自分が自分のレッスンしてくださるお客さんじゃない方とかともすごい仲良くなって、はい、こうたくさんこうたまらない話したりとか次元話したりとかっていう風に、結構なんていうんですかね、愛される存在じゃないですけど、はい、そういうイメージを持ってたんですよ、はい、でも僕はあんまりそういうのが、なんですかね、できないじゃないですけど、桜井さんほどユーモアがあるわけじゃないし、結構こう、なんて言うんだろうな、お客さんにお店を好きになってもらう、はい、例えば、あのコーチのレッスンがいいから通ってくださるっていうのももちろん全然いいと思うんですけど、はいはい、この卓球場の雰囲気が好きだからとか、コーチ陣の仲の良さが好きだから来てくれるとか、
そうやって嬉しいじゃないですか。そうですね。だし、たくさん買ってくださるじゃないですか、そういうのがあれば。なので、そういうのを作ったりとかするのが大変でした。なかったことを作ろうとするときって感じだったんですかね。そうですね。そこの雰囲気作りとかをどうすればいいのかなって思いながらしてましたね。わかりました。最後の質問なんですけど、はい、まあ、今後の目標というか、はい、今後こういうふうにしていきたいみたいなのが何かあれば教えてください。はい、今後は、まあ、まずフリーのコーチなので、今、もともとリータキスタジオで、お客さんがメインになるんですけど、はい、そのお客さんは引き継いで、レッスンをしている状態と、後々に情報解禁されると思うんですけど、ある卓球場のところで、ちょっとレッスンをさせていただくことになっているので、はい、まあ、引き続き卓球のコーチは続けていくんですけど、今やっぱこう、YouTube に結構力を入れてて、やっぱりこう、いろんなことを情報発信していきたいなっていうふうに思ってて、はい、やっぱり周りの結構やっぱ YouTuber とかって卓球がもちろん強いと思うんですけど、はい、それだけじゃなくてさっきみたいにこうジュニアのことだったりとか、そういう風な卓球に関するいろんなことも自分の方で発信して、こういろんな人に卓球を知ってもらって好きになってもらって楽しさをこう感じてもらえばいいかなっていう風に思ってるので、こっちの方も頑張っていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。はい、ぜひ、栗山店長のチャンネルも僕の概要欄に貼っておきますので、はい、そちらの方もすごく参考になる内容がたくさんありますので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。はい。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。